こんにちは、バスガイドぶらり旅にようこそ。さあ今日は石川県、初めて北陸地方にやってきました。石川県は金沢へと来ています。私の後ろに見えているのが重要文化財、もう金沢のシンボルでもありますよね、金沢城の石川門です。だいたい金沢というとね、やっぱり兼六園っていう方が多いんじゃないかと思います。金沢のシンボルでもある兼六園はすぐ後ろが入り口となっているんですけれども、今回はあえてこの金沢城にスポットを当ててみたいと思います。さあ金沢城というと、明治維新以降はですね、金沢大学のキャンパスなどにもなっていたんですけれども、平成7年に金沢大学のキャンパスは郊外へと移って、こちらにはお城の遺構がだんだんと復元されてきているんですね。やっぱり私は金沢城が面白いと思います。ということで今日は金沢城をご案内していきたいと思います。今日は4月の1日なんですね。エイプリルフールなんですよ。もう東京方面桜満開なんですけれども、こちらではようやく咲き始めというところでね、ちょっとこうポツポツと桜の花びらが見えてきてるんですね。つぼみもだいぶ膨らんで、あたりも少しずつピンク色に変わってきています。もうこちら金沢城といえば桜の名所としても名高いところで、本当なら満開の桜の下ご案内したかったんですけども、ちょっと時期的に合わずというところではありますけれども、満開の桜もね、ちょっと想像していただきながら、金沢城を回っていきたいと思います。今現在外の気温が4度、朝5時40分、ちょうど日の出の時間なんですね。ちょっと金沢まだ寒いですけれども頑張ります。はい、ということで今回も浪江がお送りします。カメラマンはみゆきちゃんです。みゆきちゃんね、今日持ってるんですね、カメラね。ということでまた後ほど登場していただきましょう。それではどうぞ今回もよろしくお願いします。ということで早速石川門から入っていきたいと思います。行きましょう。さあ今ね、この下百間堀なんですね。もうお堀は埋められてしまっていますけれども、金沢城と金沢城外の庭園であった兼六園と隔てているお堀になります。こちらは兼六園の7つの出入り口のうちの1つ、桂坂口です。さあだんだんとね、夜が明けてきて明るくなってきてますよね。はい、それではこれからご案内する石川門なんですが、2層2階の櫓がご覧いただけると思います。白漆喰もね、とっても綺麗ですよね。でこの金沢城の建物の特徴というのが鉛の瓦なんですね。鉛の瓦がちょっと鈍く光った感じ、これがまた美しいんですよね。そして白漆喰、その下がナマコ壁になっているところなんですよね。防火そして防衛のために作られたお城でもあります。さあこちらのね、お城の美しさをちょっと近くでご覧になってみてください。桜がね、ちょっと見て、この辺咲いてるんですよ。ほら、だいぶ咲き始めてるって感じかな。はい、それでは石川門すぐ近くまでやってきました。見てください、この石川櫓、2層2階の立派な櫓ですよね。こちらは江戸時代1788年に再建された建物なんですよね。重要文化財です。この2層の下の階にあります唐破風、立派ですよね。出窓式になってます。これ出しって言うんですけれども、下の部分のところが石落としになってるんですね。そして上のこう銅があって緑色になっているところ、こちらが鉄砲様になっているんですよ。これはお城の東側にある門なんですけれども、東側の防御として作られている門なんですよね。金沢三五門の一つになっています。あ、本当ですか、ありがとうございます。はい、今ですね、ちょうど石川門のところお話ししてたら、ウォーキングされてた方ご夫婦がですね、声かけてくれたんですよ。もうちょっと行かれちゃったんですけれども、嬉しいですね、見てますって言ってくださいました。まさかね、金沢で声かけていただけると思わず嬉しいですね。さあこちらの石垣なんですけれども、まずここは打ち込み萩なんですよね。これからどんどんとこの石垣の様子も変わってきます。はい、それでは石川門くぐっていきますよ。
こちらはですね、木の扉に鉄の鉄板がね、そして鋲が打ち込まれてるんですね。はい、もう防御のために作られた門ということがよくわかると思います。はい、そして中に入っていただくと、中は完全なマス型です。マス型、ここでカンカンと90度に曲がるのがマス型でしたよね。完全なるマス型門です。ちょっと中に入ってきてもらって、こちらにまず石川門の一の門、ちょっと振り向くと高麗門になっているのがわかりますか。高麗門というのは小田原城のところでも説明させていただきましたが、門の下のところ、扉の柱のところに屋根がついているのがわかりますよね。それぞれ一つずつ、こういった形の門を高麗門と言います。高麗門の一の門です。はい、そして続いて左側、これ向こう側ですね、二の門です。二の門見てください。二の門は上に矢倉のある矢倉門になってるんですね。ここに敵を閉じ込めて、上から石を落としたり、様から鉄砲で撃ったりというように、ここは強固な守りが作られているところですね。さあ、そして今度は石垣を見てみてください。ここの石垣がね、面白いんですよ。まず正面の門、正面の石垣、これが切り込み剥ぎです。びっちりと隙間なく切って作ってあるのがわかると思います。切り込み剥ぎなんですね。そしてこっち側見てください。こちら側を見ると石垣の積み方違いますよね。これ打ち込み剥ぎなんですね。割った石を積み重ねてあるんです。そして隙間にね、間に石を入れてありますよね。どうして同じところなのに、こちら側が打ち込み剥ぎで向こう側が切り込み剥ぎなのかというところなんですけどもね。こうしたですね、まあ、それぞれに工夫を加えていたり、ちょっとした遊び心や、そして美観を考えた石垣積みが行われているのがこの金沢城なんですよ。石垣フェチとしてはやめられませんはい、ということで入っていきたいと思います。はい、石川門をくぐって三の丸に入ってきました。先ほど見ていただいた石川門は実は絡めてといって裏門なんですね。石川郡の方に向いて立っているので石川門というふうに名付けられました。入ってきたこちらが三の丸、見えてきてますよね。復元された菱櫓、五十間長屋、橋爪門、続き櫓というふうに見えています。こちらの櫓のご案内をする前に、まずはこっちの門、河北門から行きたいと思います。おはようございます。はい、それでは河北門をご案内していきたいと思います。大手門がね、向こう側にあるんですよ。大手門から入ってきて、流れ的に一番初めに入ってくる門がこちらなんですね。三の丸の正面の入り口となっているのがこちらの河北門です。立派な大きなものですよね。こちらは平成22年に復元された門なんです。さあ、それでは河北門入ってきますよ。さあ、立派な梁を見てみてください。はい、門内部の梁がすごいですよね。柱も太いです。平成13年から平成27年、そして令和2年にかけてですね、こうしてたくさんの建造物が復元されました。ものすごいたくさんの木を使っているんですよね。通常の木造建築に比べて、お城の木っていうのはこれからね、永久的に、耐久性があるようにということで、普通の柱よりも数多くの柱がたくさん使われているんです。ほとんどがですね、能登半島の能登ヒバなど、県木産のものをですね、7割使っているんですよね。はい、それでは、はい、くぐっていきますよ。はい、今ですね、くぐってきたのが矢倉門の二の門なんですね。矢倉門の二の門、そしてマス型に入ってきました。こちらに見えているのが河北門の一の門、こちらも高麗門になっています。正面の方に新丸が見えて、新丸の向こう側が大手門になるところなんです。ですから大手門から入ってきて、ここが三の丸に入る一番ね、重要な門でもあったところなんですね。向こうから入ってくると、ちょっと振り返って漆喰の土塀を見てみてください。
よくありがちな土塀なんですけれども、実はこちら大手門から入ってきて一番初めに突き当たるところなんですよ。ですから普通だとこの土塀の中っていうのは小石などが詰めてあるんですけども、実はここ隠し石垣なんですね。なんとこの漆喰の中には石垣がちゃんと積まれているんです。その上に漆喰が塗り固められているというふうな、鉄砲を打ち込まれても跳ね返すぐらいのですね、強い石垣が中に隠れているんですよね。はい、ただいま河北門の二の門の上に上がってきました。眺めがいいでしょう。最高ですよね。平成22年に復元された河北門、そしてその向こう側にそびえる石櫓と五十軒長屋、いいですね。まさにお城という感じですよね。平成7年までここに大学があったなんていうのはね、ちょっとピンとこないぐらいにもう素晴らしく建物が復元されています。とってもね、歴史は長いですよね。金沢城、明治維新になるまで300年間14代について前田家がこちらを居城としたんですけども、今復元されているのは江戸時代の後期の頃のものが復元されているんですね。もう何度となく火災に遭っているこの金沢城、その度にこうして作り変えられてきているんですよね。さあ、金沢城といいますと皆さんもよくご存知に、加賀百万石の城下町、藩祖は何といっても前田利家です。でももともとはこの金沢の発展というのは、一向宗本願寺の一向宗がここに金沢御坊を作ったことから始まるんですね。そしてここは門前町として100年間栄えていくんです。後に一向一揆が平定された後に、織田信長の命によって柴田勝家の家臣佐久間盛政がここに金沢城を作るんですね。そして1580年に佐久間盛政がお城を作った3年後、賤ヶ岳の合戦戦いによって佐久間盛政が敗北し、今度は豊臣秀吉の命によって前田利家がこの金沢城へと入城してくることになります。金沢城のこの金沢というのは、一向宗の頃からねずっと使われてきた名前だったんですね。そこで前田利家はここを小山というふうに名前を変えるんです。尾張の国の出身であったというところから、尾張の尾という文字を使って小山というふうに地名を変え、お城を小山城というふうに名前を変えたんですね。まあ、ですけども二大藩主利長の時にやっぱりここはずっと金沢だからということで、再び金沢というふうに名前が変えられています。それから300年14代にわたりまして前田家の居城となってくるんですよね。戸様大名である前田家、百万石もありましたから、特に幕府には目をつけられていました。ですからこうした防衛のお城でありながら、防衛にはこれ以上あまり力を入れず、そして美術だとか、ね、茶の湯だとか、まあ、そういった文化的なところに力を入れていくんですね。まあ、ですから加賀友禅、蒔絵、そして九谷焼などは知られるところですよね。本当に美しいですよね。向こうにね、ちょっとあの唐破風がありますよね。あれが睨み櫓台って言うんですね。あそこから睨みを聞かせていたところなんですよ。もちろん石落とし、そして鉄砲様になっています。なんとですね、こちらのナマコ壁ね、皆さんもよくご存知の白いしっくりでこんもりとかかまぼこ型にね、黒い、平らな瓦をつないでいるものですけれども、まあ、こちらは防火用に作られているんですけども、この瓦を1枚裏から破ることによって、そこが鉄砲様になるように作られているんですよ。すごいですよね。隠し鉄砲様があるナマコ壁なんですね。さすが百万石の戸様大名です。さあ、三の丸に戻ってきました。見てください、現在の金沢城を代表する木造建築物といえばこちらなんですよね。平成13年に復元された、まず石櫓の三層三階ですね。そこに続く五十軒長屋、そしてさらに櫓が見えているのが
橋爪門続き櫓ということで、全部でなんと100メートルあるんですね。こうした城郭の復元された木造建築物としては国内最大級というふうに言われているんです。こちらのですね、金沢城は前田利家が入城してきた時に本丸の方に急ピッチで天守閣が作られたんですね。ところが何年もしないうちに1602年に火災で焼け落ちてしまったんです。それから天守閣は復元されることがありませんでした。こちらの建物が天守閣代わりに、立派に金沢城を見せていた建物でもあるんです。ところが残念なことに明治14年の火事によって焼け落ちてしまったんですね。これが平成13年に当時のままに復元されているんです。まずですね、石櫓ご覧になっていただくと3層3階なんですね。実はあの石櫓、石型の形をしているところから石櫓という名前がついています。ちょっとね、遠目から見て石型だというのはあまりピンとこないかもしれません。あの石櫓の右側が大手門、こちら手前側の後ろが石川門ということで、どちらにも、睨みを効かせるためにそちら側を広く取るための菱形になっているんですね。そしてそちらから五十軒長屋が続きます。さあ、この五十軒長屋からさらに石櫓より一回り小さく作られているのが橋爪門続き櫓というんですね。こちらを作るのに5万3000人を総動員して作ったんだそうです。なんと46億円かかっているということなんですね。そしてこの白漆喰、美しいですよね。長さが端から端まで100メートルもありますので、この白漆喰を数人で塗っていくとどうしても継ぎ目が出てきてしまうということで、なんと100人の左官屋さんがですね、職人さんが一列に並んで一斉に塗ったというふうに言われるんです。そしてこちら三の丸の方は防御を固めるためにですね、さっきもお話しした唐破風に出窓出しがあって、石落とし鉄砲様などが見られるんですね。2階建てになっている五十軒長屋、よく見ると上の窓と下の窓が互い違いになっているのが分かりますか。これは視覚ができないように上の窓と下の窓を少しずつこうずらして作ってあるんだそうです。まさにここは向こう側二の丸に住んでいる藩主の館を守るための最後の防御として作られている砦のようなものなんですよね。はい、菱櫓近づいてきましたよ。前田家の家紋である梅門がね、ちょうど出しのところですね。唐破風の下にあるのが分かりますか。すごいですよね。櫓、そして長屋にね、これだけの唐破風を使ってるっていうのはやっぱり前田家の意向を示してるんじゃないでしょうかね。梅門の家紋が入っています。そしてこちらの石垣なんですが、高さが 11.7 メートル、その上に17メートルの3層3階の石櫓が建っています。この石垣もこの上に石櫓、五十軒長屋などを建てるにあたって全部組み直しているんですね。使えるものはそのまま使い、改めて新しく積まれた石垣もあります。そして復元されたのがこちらの内堀なんですね。屋根の瓦は石川門と同じく鉛の瓦が使われています。近すぎてあまり瓦が見えませんね。土台となっている石垣は打ち込み萩なんですね。割った石を積んで隙間に小石を詰める積み方です。後で裏側の二の丸側の石垣と比べてみたいと思います。覚えておいてくださいね。はい、それではですね、正面見ていただくと橋爪門です。この橋爪門も平成13年に石櫓とともに再建されたものなんですね。ここは藩主が住んでいる二の丸へと通じていく門ですから、一番強固に作られている門なんです。この
橋爪門と先ほど見ていただいた河北門とそして石川門、この3つが金沢城の三五門というふうに言われました。さあ内堀にかかる橋を渡っていくと正面が橋爪門です。こちらの門も高麗門なんですよ。さあ擬宝珠のある木の橋、橋爪門橋を渡ります。この辺りのですね、はい、白壁漆喰の、ね、塀、ここも隠し矢様があるところなんですね。隠し鉄砲様があるところです。黒い瓦を一枚内側からパリンと割るとそこから鉄砲を撃てるように作られているところなんです。そして石落としのある、ね、出窓が3箇所ありますよね。さすが二の丸へと続く門です。強固な守りが感じられますね。こちらが裏から見た隠し狭間です。表から見ると綺麗なナマコ壁ですが、裏側には黒い平瓦が1枚だけ。いざという時これをパリンと破ると鉄砲様になるんですね。非常に細かい間隔でずらーっと並んでいるのがわかると思います。鉄壁の守りですね。鉄砲は片膝をついて撃つので低い位置に様が作られています。はい、それでは橋爪門も入りますよ。来てください。さあこちらもですね、鉄板が張られて鋲が打ち込まれている木の扉です。完全なるマス型になっています。さあマス型の中でですね、ここが一番大きな、城内では一番大きなマス型なんですね。さあ二重の塀になってます。そしてこちらの方には橋爪門続き矢倉、そして矢倉門、どこからもですね、死角はないですよね。至る所から鉄砲を打ち込まれそうな、本当にそんな感じに作られてますね。はい、ちなみにですね、こちらの長屋門二の門の方は平成27年に復元されました。さあここで見ていただきたいのがね、この石垣なんですね。はい、色がカラフルなの分かりますか？赤と青がありますよね。この石は戸室石といって、この金沢城から8キロほど行ったところに戸室山という山があるんですけども、そちらから切り出された安山岩なんです。赤戸室と青戸室というふうに赤と青の石があって、それを組み合わせることによってとってもカラフルに美しい石垣になっているんですよね。こちらは切り込み剥ぎで作られています。はい、そしてもう一つご注目いただきたいのがここなんです。この矢倉門、二の門をくぐっていくと向こう側、藩主の屋敷のある、ね、二の丸です。ここ見てください。ここは石が斜めに引かれているの分かりますか？あえて斜めに作ってあるんですね。一番高貴な方のところへ行く続く門ということで、敷石もこうした、ね、敷き方をしているんですよね。通常だとまっすぐに碁盤の目のようにするんですけど、あえて斜めに作られています。はい、それでは二の門をくぐっていきますよ。藩主の玄関と同じ、はい、作りで作られた敷石、これもですね、最高級の石が使われています。戸室石です。さあ城内で一番大きな松形門である橋爪門をくぐってきて、こちらが入ってきたところが二の丸です。ここには藩主の館があったところなんですね。もともと前田利家がお城に入城してきたときに、藩主の館があったのはここから上だったんですね。本丸の方だったんです。その本丸の館の中心に天守閣がそびえていました。
あのキリシタン大名で知られる高山右近を招いてその指導を受け、こちらに天守閣を建てたというふうに言われています。残念ながらね、1602年落雷によって天守閣が燃えてしまったんです、ね、その後再建されることはなく、藩主の館もこの二の丸に移してきたんですね。さあ、それでは二の丸の方から今度はちょっとこちらの本丸方向へと向かって歩いていきます。さあ、正面石垣が見えてきています。この上には乾櫓という櫓があったところなんですね。さあ、櫓の上には後で上がってね、上野から再び二の丸方面からの石櫓ご実験長屋を見ていただきたいと思います。ちょっとね、ここで石垣を見てください。乾櫓の下の石垣、こちらは打ち込み萩なんですけれども、よく見ると一つ一つの石にマークがついているのが分かりますか。はい、どこの誰がこの石を持ってきたかということなんですよね。そして石にマークがついています。家臣がいろんなところから石を持ってきて、それと家臣の、マークが入ってるんですよね。こうしたマークの入っている石垣というのは慶長の頃がピークだというふうに言われているんです。この、金沢城は幾度となく火災で燃えていますので、その後何度となく石垣もね、新しく作られてきたりしました。で、慶長の頃というと1620年代から40年代ぐらいなんですけれども、その頃こうしたマークの入った石垣が多く積まれているんですね。それ以降少なくなっているというのは、石垣を積むちゃんと職人さんがねできて、職人さんによって積まれているということで、マークがだんだんなくなってきているんだそうです。はい、乾櫓の石垣から続いてきたこちら、なんかここだけ時代が違ったような感じでトンネルが作られてますよね。中は赤レンガなんですよ。実はですね、こちらの金沢城、明治4年の廃藩置県の後はここ陸軍の駐屯地になっているんですね。そしてこの陸軍の駐屯地として二の丸にね、建物が建てられた時に、建物からちょっと離れたところ、こちらに弾薬庫が作られたんだそうです。その弾薬庫を作るためにこうした赤レンガのトンネルを石垣にくり抜いて作ったんです。ところがね、ちょっと見ていただくと、この細かい石垣と大きな石垣の違いっていうのがわかると思います。大きな石垣はマークが入っている、先ほどお話しした江戸時代に作られた石垣、その左側の細かい石が積んであるのは、これ明治以降に積まれた石垣なんです。もともとね、ここにトンネルを作った時に江戸時代の頃と同じようにもう一度組み合わせる予定が結局できなかったんですね。ですからちょっと上の方がね、こう膨らんだ形にいびつになっています。そう考えると江戸時代の方の石積みの技術というのはすごいですよね。素晴らしいです。さあ、こちらが鶴丸倉庫と申しまして、重要文化財になっているんですね。城内で重要文化財になっている建物というのが、先ほどご覧いただいた石川門と、向こう側にあるこれからご覧いただく三十軒長屋と、そしてこちらの鶴丸倉庫なんです。もう幾度となく金沢城は火災にあっています。江戸時代の初期の火災を繰り返し、中でも一番大きかったのが宝暦9年1759年の大火だったんですね。そしてその後明治14年の火災によってほとんどが焼け落ちてしまったんです。残ったのは石川門と三十軒長屋とこの鶴丸倉庫なんですね。正式名称は金沢城土蔵と言いまして、重要文化財となっています。明治4年以降ですね、こちらは陸軍の軍服などが入れられていた倉庫として使われていたんです。城内に残るこうした土蔵としては国内最大級の大きさがあるそうです。鶴丸倉庫の裏は東の丸北面石垣といって、石垣の博物館といわれる金沢城内で
一番古い石垣なんですね。時は文禄元年、1592年に金沢城に入城した前田利家によって石垣改修が行われました。自然石を積み上げた野面積みです。まさに戦国時代、安納州によって積まれた石垣ではないでしょうか。はい、こちら水抜きがあるのがご覧いただけますでしょうか。城内最古の野面積みの石垣のところに水抜きがありますね。この石垣すごいですよね。もう急勾配の角度となだらかな角度になってますけれども、ここが空堀だったんですかね。こちらから上が藩主の館のあった本丸だったんですね。江戸時代の初期ですね。利家が入ってきた頃はここ本丸に天守閣と藩主の館があったところ、まあ、ですからここに堀が作られてるんですよね。はい、本丸の東北の角にある牛虎櫓跡にやってきました。眺めがいいんですよ。さあ、上がってちょっと雪のかかってるお山を見てみてください。うっすらとね、まだ残雪がありますよね。ポコッポコッと奥にある2つのお山のうち、左側のお山が白鷺山と言います。そして右側の方の白いお山が奥硫黄泉です。この辺りでは一番ね、高く見えるお山ですよね。標高939メートル。その手前、ちょっと木で分かりづらいですが、黒っぽいお山が戸室山。あの山から石を切り出してきてるんですよね。さあ、そしてその戸室山の手前、たくさんの木が見えています。こちらが金沢のシンボルとしても有名な兼六園なんですよね。こちらの金沢城とは百間堀を挟んで作られた金沢城の外の庭園なんです。金沢城の敷地は30万平方メートルありますが、兼六園10万平方メートル、まあ、3分の1でも非常に大きな面積を持つ日本三名園の一つとして、誰もが知っている庭園ですよね。五代藩主綱紀の時代から、こちら兼六園が手掛けられました。さあ、そしてちょっと左手に目をやると平らに見えているね、大地のようなお山が宇多津山と言います。はい、本丸の東南角にある辰巳の櫓にやってきました。辰巳の方角にあるので辰巳櫓と言います。ここからも眺めがいいですよね。やはりここも宝暦の大火の時に焼け落ちてしまって、その後再建されることはなかったという櫓なんですけれども、こちらから見ると真下が兼六園なんですね。桜が綺麗です。まだね、ほとんど咲いてはいないですけど、もう本当につぼみがピンクを持ってるっていうのがよく分かっていただけるんじゃないでしょうか。兼六園の深い緑と、そして百間堀のところにですね、植えられている桜の木、これから満開に近づくにつれどんどんピンク濃くなるんでしょうね。見たい、残念です。さあ、そしてですね、ちょっと反対のね、下に目を向けていただくと、下には金沢の街中が見えています。この街中の手前のちょっと丸っこい建物があるところ、あれが金沢21世紀美術館なんですね。ここ人気の美術館なんですよ。はい、プールがね、とっても人気で、ね、どんなところかぜひ調べてみてくださいね。はい、そしてですね、ここから見えるのが前田家の墓所なんですね。野田山という山になります。まあ、今回はちょっと墓所の方までは訪れません。結構車降りてから歩くんです。階段250段ぐらい上がらないとお墓参りができないんですけれども、前田利家はじめとした前田家代々のお墓があるところなんですね。
さあ金沢城広いですからまだまだ続きます。長くなりましたのでこの続きは次回お送りします。それではとりあえずおいしいもの食べに行きましょうか。今回は金沢のお台所近江町市場に行きますよ。はい、金沢市民のお台所近江町市場にやってきました。もう金沢の美味しいものといえばここですよね。さあこちらは武蔵口といって近江町市場広いんですよ。店舗が中に180店舗ぐらいあるというふうにね言われているんですが、その武蔵口のところにやってきています。生鮮食品をはじめとして、まあ、いろんなお店があるんですけれども、美味しいものが盛りだくさんです。やっぱりね、金沢の台所であり日本海の美味しいものが並ぶところですよね。近江町市場、地元の方は近江町と呼んでいます。歴史はとっても古いんですよね。江戸時代1721年から加賀藩の御膳所という形で作られました。近江町というのはなんと近江商人によって作られた市場ということなんですね。早速おいしいものいただきたいと思います。行ってみましょう。はい、じゃあ行きます。入ってきました、近江町市場です。今回は金沢駅に一番近い武蔵口から入ってきました。まずは青果通りです。はじめの路地を右に曲がって新通りに入ってきました。右側には豆乳のデザートのお店、お寿司屋さんが並びます。左側は野菜とフルーツですね。この辺はお野菜ありますけども、もっと奥に行くと美味しいお魚いっぱい売ってますよ。フルーツも美味しそうですよね。恒例の早送りで鮮魚通りに向かいます。牡蠣が食べれるところがありました。牡蠣も食べたいな。あとね、ボタンエビが食べたいんですけどね。あ、みゆきちゃんの好きなホタルイカがいっぱい。ようやく水産コーナーに入ってきましたね。この先の突き当たりの左右が鮮魚通りです。さあ、美味しいもの見つかるかな。ノドグロ、あー、ボタンエビだ。ボタンエビ食べられるのかな。牡蠣だけ、あ、でもウニも食べられるね。ホタテも食べられるよ。のどぐろもある。はい、美味しそうなお店見つけました。生ウニとホタテの貝柱と、やっぱり北陸ですからね、のどぐろも行きたいですよね。あ、ボタンエビです。念願のボタンエビ。その奥がのどぐろです。いやー、美味しそうですよ。美味しそうですよ。急に笑顔になります。はい、それでは食レポのコーナーです。お久しぶり。美味しそう。いただきます。のどぐろからですか。のどぐろからがいいです。のどぐろからいきますよ。やっぱりね、北陸の魚ですからね。じゃあ、のどぐろ、いただきます。うん、甘甘いの。甘い、うん、美味しい。すごい幸せ幸せ。近江町市場で立ち食いです。次何行きますか。私ホタテがいい。ホタテいっちゃってください、はい、これも醤油ですかね。うん、どうぞどうぞ、好きなものをかけて。これそのままですかね。うん、そのままでもわさびつけてもお好きなように。
タテだよ。でっかい、でっかい、でっかい、でっかいです。いただきまーす。プリプリして、あ、おいしい、本当に。なんだろう。塩の香り。海の香りがすごい美味しいです。もう一口いこう。ホタテ甘くて美味しいよね。でもなんだろう、身がすごい引き締まってるから、甘みよりちょっとこう塩の香りがすごい、美味しいです。はい、了解です。じゃあ飲めさん、でもほらもう一口なんかウニ行く、ボタエビ行く、どっち行く。私このボタエビの卵が気になる。あ、食べてみて、ボタエビの卵。青いんだよね、青いんだよね、青いんだよね。すごい。あ、つながってる。いいよ、いいよ。パクって食べちゃっても。見ていい？これ。甘エビの卵、ボタエビの卵です。なんか不思議な味だ。なんかちょっと食べたことない味になってる。何、甘いの、酸っぱいの？ちょっと何とも言えない。何でも食感がすごいプチプチ感で、シャキシャキしてて、ありがとうって感じ。ウニも一口いってみましょうよ。ウニも、はい、はい、では、はい、いただきます。はい、なんかお箸いっぱいつけちゃったからね。せっかくですから、美味しいウニを。はい。あー、美味しそうですウニ。はい。いただきまーす。うわすごい、もう本当に臭みが全くない。うん、私ちょっとウニ結構苦手なんだけど、全然大丈夫。本当、よかった。美味しかったです。よかったです。田村水産さん、とっても美味しかったです。ぜひ皆さんもいらしてみてください。高級鮮魚です。ごちそうさまでした。田村水産さんはこちらです。ぜひ行ってみてくださいね。あー、椎茸も美味しそう。もうタカちゃんが椎茸見たら欲しがりそう。すごいね、大きい。嬉しいの入った。私なみえさん、おまやきできます。あ、おまやき屋さんだね。うん、焼きガキ、焼きホタテ、焼きホタテバター、ハマグリ、サザエ、ホンビノス貝、浜焼きセット。浜焼きだ。散々うろうろした挙句にやっぱり定番の海鮮丼で落ち着きました。いただきます。はい、とっても美味しかったですよ、海鮮丼。やっぱりね、尾身町市場だけありますね。ネタがね、とっても新鮮で全く臭みがなくてね、本当に美味しくいただきました。さあ、今回ですね、加賀百万石の城下町金沢を回ってきました。いかがでしたでしょうか。さすが北陸一の城下町、ね、北陸一の町ですよね。町並みも緑が多くてとっても綺麗で、そして美味しいものがたくさんあって、ぜひ皆さんも金沢来てみてくださいね。それではまた見てくださいね。さようなら。いえいえ、まだまだ金沢、これで終わりません。次回は金沢城の続きをお送りします。石垣の博物館金沢城はまだまだ見どころ盛りだくさんです。金沢城に隣接する藩祖前田利家を祀る小山神社もご案内します。次回も金沢城見てくださいね。